株式会社カカコム食べログ担当エンジニアの京和隆之と申します。速度と利便性を兼ね備えたページネーションということでライトニングトーク始めさせていただきます。まず食べログってサイトの紹介なんですけれども、カカコムが運営しているグルメサイトになります。でこれ今レールズにリプレイス中なんですけれども、規模としては2500万 PV で350万 UU ということで、大体中規模から大規模ぐらいのサイトになっています。で特徴としては検索項目がいっぱいあるっていうことが特徴なんですけれども、で、この中でレールズの移行中に、問題が出たこととして、ページネットが遅いっていうのがありました。これページネットっていうのは次のページへとか行くような UI なんですけれども、でこれを実際一覧系のある画面でやってみると、レールズ標準のページネットっていうのがあるんですけれども、これを使うとクエリーの実行だけ12秒かかるんですね。でウィルページネットっていうレールズ 2.0 で標準に置き換えるやつも使ってみたんですけど、これ使っても12秒かかってるってことで、これちょっと話にならないなっていうことで、で原因を調べてみたんですけれども、で結果として言ってしまうと無駄なジョインがすごい多かったんですね。でページネットの処理シーケンスっていうのを説明しますと、まず初めに件数を取得してきます。で次に ID の一覧を取ってきて、最後に実レコードのデータを取得するっていうフローになっていて、3回クエリーを投げます。でこれそれぞれ実際必要なテーブルは違うんですけれども、既存のページネットの場合、全部のクエリーでこの最終的に取ってきたいデータっていうのでジョインするんですけれども、実際には検索結果のところだったらウェアークだけだったり、対象ページだったらウェアークに加えてオーダークだけだったりとかいった形で、テーブルっていうのはもっと最小限にすることができるんですね。でこういった形でテーブルを最小限に実装したんですけれども、そうするとクエリの実行時間が 0.35 秒になりました。で35倍ですね。でそれで あと SQL を使ってしまうと、こっちのインターフェースなんですけれども、例えばレストランっていうモデルに対してエリアが関連ついていて、そのエリアの名前が欲しいっていう場合には、アクティブレコードのインクルードオプションっていうのを使うと、レストラン .area.name っていう形で直感的に作れるんですけれども、全部 SQL にしてしまうと、レストランにエリアネームっていうのがないのにエリアネームっていうカラムがあるような形の UI になってしまって、これデザイナーさんとかが見るとすごい評判が悪いんですね。でなんで最終的にはレコードを取得するときっていうのはアクティブレコードのインクルードオプションを使って実際のレコードを取得するっていうところで、パフォーマンスっていうのをちゃんと確保 しながらもアクティブレコードのメリットっていうのを最大限確保するような形で実装していきました。でもデメリットっていうのもちょっとあってですね、これ実装がすごい大変なんですね。ページネットだったらレールズだったら1行できるんですけど、これすごい大変なんですね。でというわけでスクリプトプラグイン、タビログはすいません MySQL ページに MySQL 使ってるんですけど、こういうスクリプトを使ってアワードに、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど、まだありません、すいません頑張ります、頑張ります。最後におまけなんですけれども、MySQL、限定なんですけど、カウントクエリーっていうのを排除することが実はできます。セレクトのところで SQL カルクファウンドローズっていうのをつけた後にセレクトファウンドローズっていうふうに実行すると、これ直前の検索結果オフセットとかリミットとかつけてても、その純粋に検索にヒットしたものだけが返るっていう特殊なメソッドクエリーがあるので、これを使うとカウントクエリーもいらなくなって、さらにパフォーマンスが向上するっていう形で、これから作る人は MySQL ページには作る人はぜひこれを考慮した上で作ってもらえると嬉しいです。はい、はい、ご清聴ありがとうございました。今日はさんにご質問ある方いらっしゃいますか。はい、はい、リプレイス前は何を使うの。リプレイス前は ASP ですね。で、前は MSSQL で DB も、そこから MySQL に今回変わるっていう形になりました。なんで変えようか。やっぱり生産性っていうところで、すごいレールズの場合アドバンテージがあると思っていて、タビログの特徴として、2005年からサービスを始めたんですけど、機能追加っていうのはすごい早いペースでしていったんですね。で2年で今、350万 UU っていうのは結構サービス その展開としては結構早いんですけど、それがやっぱ支えていたのがたくさんやっていた機能追加だったので、そのスピード感っていうのを維持していくためには、レールズ化っていうのがやっぱり一番いいんじゃないかっていうことでレールズ化になっています。はい、他になんか今ネックなところってありますか。
ページに。ですね、まあ、アクセスで言うと結構いっぱいあるんですけれども、あのモングレルが結構メモリを使ったりすることとかがあって、そこもあの使う原因とかはちゃんと抑えていかないと厳しいっていうのがありますね。はい、ページネットはその新しいページネットをご自分で作られたんですか？それともまだ作ってないです。作ったら多分これになると思うんですね、うん、作ったらこれができると思うんですけど、もう今普通に頑張って書いてます。あの結構難しいですね。実際あのクエリチューニングしていくと、あのテーブルの結合順序とかも自分で決めたい場合とかも出てきて、インデックスをちゃんと使ってくれないっていうこともあるんで、そういったとこ最大公約数的にこれに集約するのがなかなか難しくて結構頑張っているところです。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。